前回ね、引き続いてスノボーの練習しに来ました。今日は丁寧に曲がる練習をしたいと思います。体の軸をぶらさずに曲がる練習をしたいと思います。ボードに両足を置いて、じゃあ行ってきます。ちょっと少し滑れるようになったんで、試しに自撮り棒で滑るの挑戦してみたいと思います。どれどれ、どうだろう。